できた。はい、こんにちは。今日はレゴで自動販売機を作ってみました。では早速仕組みをやっていきましょう。まずここにお金を入れます。お金を入れたってなんで、お金を入れて出そうだけど、お金を入れてるときに本当は赤いのを使うけど、こうやって押すとなんかから商品が出てきます。ではどういう仕組みになっていますというと、レゴはこういう風になっています。ここに商品を置いて、こうなる。こうするとお金が邪魔でぶつかってしまうので、時代に変えた。こうやってちっちゃい穴だったとこ、この赤い棒でこうやって押して、こっからお金を出てきて、キーを入れて出てくるようになっています。